稽古していく中でね、武士道さんに、こう稽古をね、取っていただいて、みんなにこうある意味いい刺激が、あったと思います。これからインターハイに向けて、まずは愛知県予選で、そういったものを勝ち上がっていかないと、負けた悔しさがあって、また負けた悔しさの中で全国選抜に出れるという、ね、こうありがたいところもあって、その中で全国大会で、ね、全国選抜で悔しい思いをして、ね、忘れ物をしてきてるわけです。ね、金沢のインターハイ、石川県のインターハイと、ね、必ず、ね、愛知県の一番を取って、ね、全国での忘れ物をしっかりと、ね、自分たちで取りに行かない、ね、そのためにこういう毎日の日々の積み重ね、ね、挨拶、ね、そういったところをもう一度改めて、ね、中学1年生から高校3年生までが、ね、一緒に稽古してるわけだから、ね、そこをしっかりと、ね、自分たちの心の中にしっかりしまって、ね、挨拶は口に出すもの、行動に移すものだから、まずは実行、ね、それを一歩ためらうことがないように、ね、そこを一歩踏み出せれるように、ね、日常生活、学校生活、ね、寮生活、または自宅生もいるわけだから、ね、常に自分たちが見られてる、見られてるつもりで、ね、生活していってください。いいですか？はい。